防衛大臣が昨日,日本の防衛大臣として10年ぶりに中国訪れました。日本と中国の間、沖縄の尖閣諸島の問題など安全保障分野で根深い問題が多く、信頼情勢が進むかどうかは見通せません。会談で河野防衛大臣は、日中間では東シナ海をはじめ各種の懸念が存在しているのも事実。特に尖閣諸島周辺の海域や空域での中国の航船や飛行機の活動に については防衛当局としても強い懸念を持っていると指摘しました。まあこの指摘は中国当然ですよね。何しに行ってるんですかねこれ。はい。何しに行ってるんですかね。何しに行ってるね。はい。だって敵でしょ中国って。ははは。はっきり言ってこんなの。ええ。だって山本ミサイル狙ってるわけでしょ日本のこと。うん。と言われてますね。そんな。ええ。防衛大臣わざわざ行ってね。はい。十年前よりもより一層 ひどい状況になってるわけで、だって尖閣なんてでも明確にこう取りに来てるわけでしょ。はい、で仲良くな,、うん、な何をしてるんですかねこれ。ええそのえ河野大臣ですけれども、うん、あの香港情勢については平和的な話し合いを通じた解決が重要だと指摘したと。バカじゃないですかねこれ。えー、平和的な話し合いを通じた解決って。はい。 何言ってるんですか<や>だから、自由と民主主義を、ちゃんと、香港の自治を守らなあかんという立場を、今のダメでしょう。えーはい、これやったら、なんか、え、な、何なんですか中国政府も正しいわけですかうん。はい。本当は、香港の学生さんたちは、半分悪い奴らなんですか中国政府は、もう香港の学生さんたちは、悪い奴だって言ってるわけですよね。はい。いや、まあ、話し合いで解決したら、それええですけど、えー、それね、 神戸なんとか組とね、はい、なんとか組の構想でね、いやいや、話し合いは通じてつって、<laughs> 何,えー、何言ってんだ、ね、お前みたいな、はいえー、まあ言うんだったらもっと厳しい口調で言うべきだいや、だからこれは明確に、中国政府は非難しなあかんわけですよ。はい、日本政府は。えー、だってアメリカは、の議会はそれを決議してるでしょ、はい、日本国政府も、それに準ずるような、あるいはそれと同じような、声明を出すべきですよ。だってね、今も中国、 という、権威主義国家、陣営対、アメリカの自由主義国家とのね、はいええ、壮絶な戦いが今展開されようとしてるわけですよ。ええ、米ソの冷戦からね、米中の冷戦に今変わってね、それ、はい、で経済戦争もやっててですよ。で、その戦いの最先端が、 香港で行われてるわけですよ。はい。なんかあの学生さんたちっていうのは実はあ、ね、れ、日本でありアメリカなわけですよ。はい。だからアメリカの議会は、もうその避難決議を中国にしてるわけで、で、中国はそれを内政干渉だって激凛に触れるように怒ってるわけでしょ、はい、でもそこはもう戦わないといけないわけでしょそれを平和な話し合いで解決しましょうって。 何言っとんよお前ちゅうことですよ。はい。バカかちゅうことですよ。これ防衛省はですね、その自衛隊と中国軍のホットライン、これを早く解説したいと。ですからそういう目的はどうもあるようなんですがね。それはね、また確かにその、現場の暴発で、大きな戦争にならないようにする必要があるっていうのは、そらそうですけど、でもこれだって今度国賓で呼びたいんでしょ政府は。4月ですね。でそれもだから、布石と見られるわけじゃないですか。 これ呼びたいんですかね、日本が。呼びたいんでしょ、はあ、だからもう、アメリカに。国賓として、ね、習近平が国賓として、あ、えー、習近平国家主席が国賓として、日本に行きたいと言って行きたいと、行きたいですよ。はい、行きたいって言われてるから、はい、お嬢、おいでおいでって、はい、呼びたいのと一緒ですよ。えー、だからね、日本はね、あの、要するにね、媚欲が高いんですよね。うん コビ欲が。もう、媚びたくって、こびたくって。もう、外国にこびたくって、こびたくって、しょうがないんですよ。それで、自分のこび欲が、アメリカ様だけでは満たされないから、次、中国様に、もう、その、こび欲を満たすように、そのエネルギーを使おうとしてるわけですよ。でも、このところでも、この、やっぱりね、尖閣問題があるから、いいのか、果たして国賓でと。赤に決まってますよ、こんなもんふざけるなですよ。 これねちゃんと保、ね、守、ええ、の人間が怒うないダだめですよ潜在的な敵国なんだから、ええ、だって我が領土を狙ってるわけでしょ。うん、はいお前でしかもですよ、ええ、そ先ほど申し上げた世界史的なあの闘争のさなかにあってですよ。 これで、またちょうどあの、89年の天安門事件のね、後にも日本が手を差し伸べてね、それをきっかけに中国は世界世論の表舞台にまた復帰したわけですよ。それと同じことをやろうとしてるわけですよ。だから、まあ、ここはちょっと日本出しに使って、ちょっと中国はまた、あの、まあ、うまいことやったろうがっていうの見え見えなわけですよ。何の勝ちとんねんっていう話ですよ、こんなもの。腹の立つ。でももう来年の4月ですからね。そうですよ。だから呼ぶんでしょ だからもうほとんどだから言ってみたら潜在的,的国っていうのは日本の社会としたらですよ、はい、中国時代が反射勢力みたいなもんじゃないですか、はい、反射勢力国賓で読んでどうすんねんみたいな、あそうか、読んでるかみたいな、読んでるんか、あでも反射って敵できへんねんやったみたいな、えーまあ、個人誰が反射や尖閣諸島問題っていうのがあるから、<laughs> 非常にしこりがありますよね。そうですよ、えー めちゃくちゃですようどうするのかですね。すはい。まあ、こあの、河野防衛大臣が帰ってきて何を言うかですね。ええ。ツイッターかなんかするんじゃないですかわすけど、はいあ。そうですか。